チャンナベのサウナラジオ10。どうもチャンナベです。日々いろんなサウナに行っていると、ここ前も来たなぁと思わせる一帯があります。コンビニチェーンのように特定の地域に集中的に出店するドミナント戦略ではないですが、それぞれのサウナ施設が自然と集まってきて、結果サウナが盛り上がっている地域があります。そこで今回は埼玉県草加市に集まっているサウナ施設について話していければと思います。行かれている皆さんの頭に思い浮かぶ施設もあるかと思いますが、3施設に絞り、かつ私が行ったことある施設という括りでお話しさせていただきます。まずは3施設の概要です。一つ目ですが、湯の泉草加健康センターさんです。こちらのサウナは1988年、昭和63年にオープンされた施設で、約36年の老舗サウナになっております。最寄りの草加駅からは無料バスで約12分というところにありまして、無料駐車場もあります。他に神奈川県にある東名厚木健康センターさんもありまして、こちらも渋くてめちゃくちゃおすすめです。二つ目の施設ですが、龍泉寺の湯草加八塚店さんです。こちらの施設は2016年平成28年にオープンした施設で、約8年の施設になっておりますが、先月7月にリニューアルオープンをされましたので、めちゃくちゃ綺麗になっていました。草加駅からは無料のバスで約15分、無料の駐車場もあります。他に龍泉寺というグループとして7店舗ほどあります。千葉県流山市にあるスパメッツァ大高さんもかなりおすすめです。大人気施設になっておりますので、めちゃくちゃ混んでいる施設です。それで3つ目の施設はサウナヘブン草加さんです。こちらは2023年12月にオープンしたばかりというところで、まだ8ヶ月という新しい施設になっております。草加駅からは徒歩約5分の距離にあります。専用の駐車場はないので、近くのコインパーキングを利用する形になります。それではそれぞれの施設のこだわりを見ていきたいと思います。草加健康センターさんは湯の泉だけあり、湯作りにこだわりのある施設になっています。薬湯をはじめ8種類のお風呂を楽しむことができます。龍泉寺の湯草加八塚店さんは、極上の整いを日常にというスローガンがありまして、2階のフォレストビレッジスペースがすごいことになっています。多数のリクライニングチェアがありまして、漫画や雑誌を読むことができます。そしてコワーキングスペースもありますので、 PC 作業もでき、さらに岩盤浴も5種類ありますので、モリモリのスペースになっています。友達同士はもちろん、カップル夫婦でサウナ以外も楽しめる空間が広がっています。そしてサウナヘブンさんはフィンランド式公衆サウナを歌うだけありまして、オーナーがフィンランドサウナを体験して参考に作られたサウナに特化した施設になっています。公衆サウナだけあり、金額も抑えられていて、本格的なサウナを手頃に体験することができます。続きまして、簡単にですがそれぞれの施設を比較してみたいと思います。草加健康センターさんは健康ランドのような施設で大きめです。龍泉寺の湯草加八塚店さんは最新のスーパー銭湯で、めちゃめちゃ大型な施設になっています。サウナヘブン草加さんはサウナ特化型で小型です。レディースデーもありますが、基本男性専用になっております。それぞれの施設の私の好きなポイントとしましては、草加健康センターさんは漢方薬を使った薬湯が独特の香りで、
かつ股間をピリピリにさせてくれるお風呂になっています。体に染み入る感じがあり、すごく好きなお風呂です。そして龍泉寺の湯草加屋塚店さんは半個室のブースがあり、 PC 作業ができますのでコワーキングスペースがあるのが嬉しいです。また畳に座って作業できるスペースがあったりするので、場所を変えて気分転換をしながら作業することもできます。サウナヘブンさんはいつかは北欧のサウナに行きたいと思っていますので、フィンランドの香りを感じることができるのがいいなと思います。写真でしか見たことないフィンランドのサウナの縦看板の文字の感じがすごくフィンランドの香りがして、フィンランドをちょっとでも触れられるというか感じられるのがすごくいいです。ほんといつかは北欧のサウナに行きたいので、行けるまではサウナヘブンさんでそのフィンランド欲を満たしたいなぁと思います。今回草加に集まっている3つの施設を開けてみましたが、どういった理由で草加に集まってきたのかは分かりませんが、結果的にこだわりのある個性的なサウナが草加市に集まっています。どの施設もこだわりがあり、それぞれ違いがあり楽しめます。サウナ飯も草加健康センターさんではトマトサンラータンメンが酸っぱ辛くて美味しいです。暑辛いのでサウナ以上に汗をかいてしまうかもしれません。龍泉寺の湯さんではお食事どころもありますが、カフェカウンターもありますので、ドリンクやソフトクリームなどを手軽にいただくことができます。サウナヘブンさんは飲食スペースはないですが、駅から近いということもあり、商店街的なお店もありますので、そういった街のお店で楽しむことができます。なお草加は草加せんべいも有名ですので、お土産に買って帰るのもいいかもしれないですね。まだまだ他の地域にもサウナ施設が集まっている場所がありますので、今後そういった集まっている地域の話もしていければなと思います。草加駅は上野駅から電車で約23分の距離になりますので、アクセスしやすいと思いますので、草加市のサウナ巡りをしてみるのはいかがでしょうか。今回はお聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまたー。